夏の高校野球静岡大会1回戦、島田球場では古豪島田商業と静岡学園が対戦しました。静岡学園の先発はナイジェリア人を父に持つ岡村シルバーカイト。その岡村は立ち上がりから強気のピッチングで島田商業打線を3回までヒット2本、0点に抑えます。すると静学は4回、2アウト1塁で5番大手。意表をつくセーフティーバントで内野安打にすると、島商が続けて悪送球。一塁ランナーが帰り先制します。しかし島商はその裏、2本のヒットで岡村を攻めると5番前島。低い弾道の打球はそのままレフトスタンドへ。スリーランで逆転します。その前島は8回にもダメ押しとなる2点タイムリーツーベースを放って勝負あり。前島の3安打5打点の活躍で島商が1回戦突破です。自分が取り返してやろうという気持ちで打席ありました。4打数3安打5打点、振り返ってください。どうですか？もう自分の高校人生の中で一番かなと思います。